東進の先生の給料事情をちょっとここで引き抜かれた人の方が強い。東進の場合は駒級の人と年俸の人がいるんで当然いいです他の予備校の先生。じゃあ逆に2位って言ったらさ、ね、それを見分ける下水質問していいですか。はい、ここからがじゃあですねからくりというかまだこれでは終わんない。これ言っちゃいけないのかな今のやつ。では始まりました。もちちゃんです。さあ今回は平野さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、教育百貨店の平野さんが僕に何か質問があるということで当時に言い出しましたよね。はい、そういえばそういえばそんな過去の記憶なんですか。そんな過去のことがあったと思います。当時の先生の給料事情をちょっと赤裸々に赤裸々に聞きたいんですけど、だいたいどれぐらいもらってんだろうとか、どういう風になったらこれぐらいもらえますよとか、そうなるべく詳しく聞きたいなって。なんかやっぱ頂点とね言われたりする、まあ、最近はスタサプガとかって言われることもあると思うんですけど、本当にバラバラなんですよ。普通の予備校塾と形態が違うので難しいですね。一言で言えないの。先生たちもそれぞれバラバラな契約形態を結んでるって感じですね。契約の段階ではそんな高くなくても、何年かやってるうちにやっぱ人気講師になってって上に上がっていくと高くなるってのはありえるんですよね。ありえますけど少ないですね。あんまりないと、ああでも難しいな。本当に人によりですね。普通の予備校塾を考えると、まあ、まず駒級いくらぐらいで、はいはい、まあ、徐々にこう上がっていくみたいな感じですね、うん、それが90分9000円ぐらいのスタートで大手はそれで上がっていく、うんうんうん、でも横から引き抜かれた人は90分で2万とかになってるから、どう考えてもちょこちょこやっていく人より横で引き抜かれた人の方が強いっていう。ああなるほど。まあ、これが一般的な予備校一般的な予備校ってね、これが皆さんにとって一般じゃないと思いますけど、まあ、こういう世界ですね基本的には。へえ。自分はちょこちょこ上がっていってで、多分上げ幅は相当大きくしてくれてたとは思うんですよ他の先生より。なるほど。ごめんなさい河合塾の話ですけどね。はい、なるほどなるほど。でもやっぱり横から入ってきた人たちの方がやっぱバーンと高いですからね。まあそうですよね。その前の予備校にいた年収をベースに考えたりするわけですよね。そうですそうです。だからここ10年もいなかったですけど、10年いたよりも上で横からショーンって入ってくる。ああ、なるほど。なんかちょっと想像がつく先生が何人かいるのを言わない方がいいかもしれませんけど、はい、それで人気があったらあとはボーンと上がる人もいますしっていう感じなんですけど、東進の場合場合は駒級の人と年俸の人がいるんで、ああなるほど、うん、だからそこは全然違うって感じですね。ぶっちゃけ株式会社永瀬から支給されてるお金として一番高いのは、どう考えても普通は英語の先生だと思うんですけど、僕は林修先生じゃないかと思ってるんですけど、どうですか。いやそうでしょ、圧倒的合ってる、圧倒的じゃないですか。圧倒的です。ぶっちぎりだと思いますよ。じゃあ逆に2位って誰なんですか。多分、いや林先生は2位の2倍以上もらってると思います。マジで、うん、そんなにですか。2位の2倍以上全然もらってると思いますよ。2位の先生言えます、名前出せます。うわ、2位は英語だと思います。まあそれはそうですよね、はい、うん、2位と3位は英語です。おー、 Y 先生と I 先生ですか。もうそうなりますよね。そうなりますよね。誰か分かっちゃう。誰か分かっちゃうけどそうなりますよね、普通に考えたらね。そうですよね。いくらもあってるか知ってるけど言わないですよ僕は。あ、知ってるんですか。学校は知ってますよ、はい、じゃあ P 入れて教えてください。 P 入れて。これそちらの動画なんで、そちらで P 入れてないですか。僕が P 入れるわけじゃないんで。ちょっとこれ編集版に頼もうと思って頼めなくなった。頼めなくなった。その人たちだから年俸なんで別にいくら働いても関係ないっていう感じなんですけど、もうちょっと複雑なんでこのようなこと説明していいのかな、こんなの分かんないですけど。いや僕聞きたいんです。まあ別に額は言わないので。複雑なほど聞きたいです。確かにそうですね、はい、額は言わないので、都心側に別に害はないと思いますんで、はい、うんうん、まずは駒級で入る人、うんうん、まあ、駒級で自分も入りましたし、うん、最初は、うん、当然いいです他の予備校より全然。まあそうですよね、はい、で映像になると駒級の倍になるので、うん、黒板に向かって書いたやつが1回分、流れてるのが1回分っていう計算ですよ。でそうです、どこの大手もそうですね、うんうんうん、普通は2倍と、ヨゼミとかだったら再放送級っていうのがある場合は3倍とかっていうのはあるんですよ。次の年も流れるっていうのが決まってるんだったら、うんうんうん、そういう計算になってることが多かったと思いますね。だからヨゼミで言うんだったらサテラインは2倍で、当時の場合は映像授業だったら2倍で、生授業、まあ授業ってあんまないんですけど、東大特進だったりとか、うん、新宿本科か浪人生の生授業とかは1倍ですよ、2倍じゃない。へえ、まあ、なるほど。っていう風になってるって感じですね。つまりは映像授業がいくらこう入ってるかって
っていうね、コマ級の人たちは一体どれだけ撮影できるかっていうのが給料に関係するわけですね。なんで映像がほぼほぼなくて唾をつけられてるだけの人たちっていうのはもう他のとことやるしかないんですよ。掛け持ちするしかない。掛け持ちするしかない、うんうんうん、だからほとんどの先生は掛け持ちです。だから東進と河合とか東進の寸大みたいな、そういう風になる、ね、それでやるしかない。で年俸の人たちは東進と専属を結んでる。ああ、なるほど。で東進と専属を結んでなくて年俸っていうのがちらほら、まあ、僕も含めいたわけですね。で誰ですか。誰ですか。武藤先生とか。ああ、はい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 。なんで大きく分けるとこの3つの形態。なるほどなるほど。コマ級でもらってても他と掛け持ちするしかない、うん、だって映像授業って1回撮ったらおしまいですから、うん、ずっと使えるわけだからもういらないわけですよ、うん、そんな何個も何個も撮るわけじゃないんで、穴が開いたらその授業を撮るだけっていうコマ級だけの人たち、うん、でもって1000人ですね。もう1000人の年俸をもらってる先生たち、うん、と1000人じゃないけど年俸をもらえる先生たち、うん、この3つに分かれる。へー、なるほど。で下の人たちはもう本当にコマ級で一生懸命やっていくしかないわけですね。戦っていくしかないので、うん、まあ無理で、で過去問演習講座っていうのだけ90分じゃないので、うん、もう長い2時間の時とかもあったり、あー、なるほど。過去問ってその大学によって全然違いますから長さ、まあ、それは長くやるので、なるほど、それはいい額にはなるんですけど、はあはあ、でだから過去問演習ばっかり出てる先生っていうのもいたりするわけですね。あと模試解説とか、まあ、いろんなバージョンがあったりするんですけど、そういうコマ級バージョンと年俸バージョンっていうのがあって、うん、で僕はだから掛け持ちしてるけど年俸。ほう、じゃあ珍しいタイプの先生だったってことですね。そうですね、はあ、月々決まった額が年俸が12分割で払われてもらうっていう感じですね、うん、でも会場にいたってことですね。そうそう、秋葉原でしたっけ。最後はそうですね、秋の方だけでしたけど、まあ、めちゃめちゃやって、でただ年俸払ってる場合は年俸払ってんだからいつでも来いみたいな。ああ、なるほど。純専属契約みたいな感じだから、その当心からお呼びがかかったらすぐに来いみたいな。そういう感じなのに俺は結構可愛いでいけなかったんでこれってどうなのみたいなのはまあ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 確かにそうだなっていう、ね、なるほどなるほど、はい、可愛いの授業は書けませんみたいなことを返すと多いってなるわけですよね。そうそうそう、可愛いってたり高校の授業出てたりしてたんで、まあ僕の場合はまあすごく特殊でした。でその元々引き抜かれる額がこうボンとあって、でその額は投資は出せないけど残ってほしいって言って年俸になってドンと上がったんで、そのだから差額分は自分でその可愛いだったり他で稼ぐっていう感じだったんで、そういうことですね。移籍してたら1000人になってたんで、だから他何にもできなかったんで、可愛いもできなくなるし、高校での授業も全部できなくなるという状況だったんで、だからまあそれだったらこっち行って自由。なるほど。ちょっとそれを見分ける下水質問していいですか。はい。東進のサイト見ると英語、数学、国語、理科、社会の順番だと思うんですけど、はい、タッチすると先生がブワッて一緒に出てきますよね、はい、上の方の人は年俸で、はい、正解。正解下の方はコマで、はい、真ん中ら辺はもしかしたら年俸で掛け持ちしてるかもしれない。正解ですじゃあ分かっちゃうじゃないですか、誰が年俸か。いや線引きは多分分かんない。あ、まあそれは分かんないですけど、うん、いやでも若干例外もいますし、上の方にいるけどもこの人は年俸じゃないって人もいます。ああ、なるほど。ネームバリューがあるから上に貼ってあるけど年俸じゃないって人もいるんですか。いますよ。例外はちゃんといます。ちゃんといますっていうのここからがじゃあですね、からくりというか、まだこれでは終わんないんですよ。え、まだ終わんないですか。これだけだったら、まあ、分かりやすいになると思うんですけど、でもよく考えてみてください。その年俸でもうもらえるっていう風に決まってたら、仕事したくなりますってことなんですよ。いや、したくないですよね。普通に考えてそうじゃないですか。うん、まあ、僕の場合は仕事したかったので、投資とは揉めたみたいな感じですけど、なるほど。したくないじゃないですか。だってやんない方がいいわけですから。だからもう一つの授業で、1000万超えみたいになっちゃう人とかいるっていたわけですよ、それで。もう仕事がないから。じゃあそういうモチベーション下がっちゃう人たちもいると思うんですけど、実はですね、年俸にはですね、年俸もあるけど、コマ級も入ってるんです。はは、まあ、さあ、一体どういうことかってなるんですけど、コマ級もちゃんと決まってるんですよ。だから年俸あるけど、コマ級も決まってる。で、どういうことかっていうと、いっぱい働いていくと、そのコマ級計算が実はちゃんとされてるんです。で、そのコマ級計算が年俸を超えた場合は、コマ級がその上はどん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 積み上がっていくんですね。じゃあ年俸プラスコマ級が支払われる。そう、そういうことです。あー、別の表現しますけど、野球選手でいう年俸プラス出来高の、この出来高の部分ですよね。そうですね。そういうのがあるわけですね。じゃあ簡単に言えば、じゃあまあ1コマ10万円だったとしますね。で、年俸が1000万だったとします。うん、
で、この10万円が100コマやれば1000万円なんですね。なんで、100コマ以上やった場合は、こっちのコマ給が上乗せされていくわけです。だから1000万プラスで、1000万超えしたのは、もうそれはやればやるだけ増えていく。うん、だからそこで、2位、3位が分かれる。あー、なるほど。だから年俸制だけども、自分の身を使って、働けば働くほど、その積み上がっていくから、年俸プラスいくらみたいなのが変わってきて、年収の序列が変わってくる。そうですね。年俸超え先生っていうのが出てくる。なんで実はこういう風に決まるって感じですね。まあ減ってきましたけどね、年俸超えの人減ってきましたけど分かんないけどね、はい、誰が超えてるかとかはまあ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 って感じですけど、まあ、基本的にだからコマ給があって、で映像授業とあと公開授業が2倍なんで、でそれをこう計算していった時に超えてる人はさらにプラスアルファでもらえる。なるほど。これ聞いていいのか分かんないですけど、はい、じゃあ年俸制なのに結構ゴリゴリ働くやんみたいな先生は誰ですか？それが昔の今井先生。ああ、昔の今井先生はそういう感じ。そういう感じで今でも減らしてると思うんで仕事、はい、うんうん、昔はもうゴリゴリ超えてたと思いますよ。渡辺先生もどうなってるのかな。そんな昔はそうだったと思いますけどね、今どうしてるか分かんないですけど。なるほど。じゃあまあゆったり働くっていうパターンもあるし、ゴリゴリ働くっていうパターンもあるってわけですね。そうですね、うん、それは自分で一応決められるわけ、決められるみたいなことなんですね。あとは、まあ、移動の費用とか公開授業で飛行機だったりとか、うんうん、新幹線だったりとかをなんか安いシートに変えてああなるほどなるほどなるほど。グリーン車の券もらったけど、そうそうそう、緑の窓口持ってって手数料だけ払って換金して、そうそうそう、普通車乗るみたいなっていう人とかねはいるとか聞いたことはありますけど、ね、その話は実は浪人生の時に、はい、河合塾の先生で言ってました、はい、名古屋から新宿校行く時に、うんうん、河合塾からグリーン車もらえるんだけど教材研究やりたいからっつって、うん、全部払い戻して小玉で名古屋から東京に行くと安いんだよとかって、めちゃくちゃお金もらえるんだよねとかって自慢した先生いました。そういう人はいたし、あと宿泊費はいはいはい、はい、ホテル変えたりとか。で僕の場合は東大特進は宿泊費もらってたけど、そもそも仕事が次の日あるから日帰りしてたんで、うん、とか宿泊費だけプラスでもらってた。宿泊手当としても入ってるんで、普通の公開授業の場合はもう場所取られてるんで、普通はもうすでにホテル取られてる状況なんですけど、東大特進って自分で取ってくださいなんで、へえ、この学内で取ってくださいって言ってお金が足されてるだけなんで。ちなみにその宿泊費の上限はいくらなんですか？いくらだったかな。いや全然高くなかったの覚えてます。1万とかそのレベル、そのレベルだったと思います。じゃあ普通のシティホテルしか泊まらないですよ。そうそうそう。で公開授業のやつは高いホテルが取られてます。まあ、それも本当にバラバラですけど、うん、招待する側次第なんで。ああなるほど、そうですよね。すごい高いとこが取られたこともあります、はい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 、そのすごい高いのレベルはどの辺ですか？どれぐらいなんだろう。いや先生によってはマジですごいって聞きました。リッツカルトンとかさすがに聞かないですか？リッツカルトン公開授業ってそのあるエリアである公開授業、大阪であるか、沖縄にもあります。沖縄かこのホテルじゃなきゃ嫌だっていう先生たちもいるっていうのは聞いてたし、はあ、まあ接待でえげつない額使う人たちもいたっていうので、まあ、またその辺もプラスアルファである。これ言っちゃいけないのかな今のやつじゃあその点ではお金がかかんない人だったと思いますよ。別になんかその人もああなるほど、まあ、わがまま言わないし。なるほど。飛行機とかは確かに国内線でもなんかここで一番いい席なんだみたいなのは思いましたけどね。なるほど。やっぱり穴なんで基本的に東進は。ああそうなんですね。僻地には穴しかないらしくて、それで一番前の席とか結構座ったんで、はあみたいな感じでしたけどね。そういうこともあったりします。なるほど。まあ先生によって値段も違うし、移動の時のグレードも違うし、そうそうそうってことですよね。まあ全然そういう感じだと思います。だから夢のある頃ではありますけど、うんうん、下にいたら何の夢もないですから。掛け持ちしてやっていくしかないし、掛け持ちしてコマ級でものがしますね。コマ級で映像がなければね、全然何にもないですから。マジで大変な格差社会ですなるほど。じゃあ当初の先生なんだからといってバザーイというわけではないってことですね。ぜひお気をつけください。お気をつけください親も関係ない、当初と関係ない人間なんであれですけどということでした。はい、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。